いきなり50位から41位を発表します。第50位、泳ぐ目玉焼き。嘘言ってんじゃないよ。ありゃりゃ、海の中を目玉焼きが泳いでいますよ。っていうか、目玉焼きって泳げましたっけ？塩味もしかして。こちらは白身の部分も黄色がかった目玉焼きさん、どこかの食卓から逃げ出してきたんでしょうか？いえいえ、その正体は地中海イボクラゲというクラゲの仲間。裏返しになるとこんな感じ。触手を伸ばすとようやくクラゲらしい姿に。ちなみに毒を持っているので手出しは厳禁。刺されると水ぶくれになることも。どんなにお腹がペコペコでもつまみ食いはやめておきましょう。わけあって変な生き物たちが今年も大集結。前回の放送から1年、生物学者や動物カメラマンなど生き物のプロたちが、見た目、行動、レア度、インパクトの4つの視点で世界中から集めた生き物の最新映像を審査。その合計点数により最新ランキングを大発表。まだ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 いたぞ。初公開映像大放出、変な生き物2015最新ランキング大発表スペシャル。第49位、カオドン。葉っぱの上に佇むメスの飛び虫と、そこへ、俺マジですから、一匹のオスが。この後まるでドラマのような求愛が繰り広げられる。カオドン、俺じゃダメですか？カオドン、俺じゃダメですか？俺じゃダメですか？オスは顔をぶつけて女子に猛アタック。俺じゃダメですか？ダメですか？しかしドラマは得てしてすんなりいかない。俺じゃダメですか？恋のライバル出現。さらに俺じゃダメですか？3人目の男子が登場。俺じゃダメですか？俺じゃダメですか？別に言われても。3匹のオスによる綾瀬はるかの奪い合いに、思わず逃げ出す綾瀬はるか。しかし蒼太くんだけは食い下がり、はるかに熱烈な顔ドンを繰り返す。そして蒼太くんが体を反転。この体を回転させる仕草がアタック成功の意味。こうしてカップルが誕生。トビムシの社会では推しの強い男子がモテるんですね。第48位、海のエイリアン。この生き物を推薦したのはこちら。海のことならこの方ご存知、さかなクン。結構虫が苦手なんでこれちょっとうわー、これ怖いって言われて。さかなクンが思わず目をそらす恐ろしい生き物とは。海底に佇むこの生き物はワレカラという小さなエビの仲間。カギ状の爪がついた細長い足に透明な体、その風貌はまるでエイリアン。メスはお腹に子育て用の袋を持ち、孵化した子供たちは母親にしがみついて暮らします。この孵化を捉えた映像は専門家でもめったに見られないんだとか。もうこの生まれた赤ちゃんがたくさん親のワレカラの体にしっかりとしがみついて、わーっとこう取り巻くこの映像、私も初めて拝見いたしました。このグロテスクな生き物、実は日本近海にも生息しており、海藻や漁の網に紛れ食卓に上がることもあるとか。第47位、エガちゃん。エガちゃん推薦者はこの方、爬虫類と恐竜の専門家、富田恭一先生。これってこの動物がよくやる行動ではあるんですけども、何回見ても面白いですね。何回見ても面白い、先生も笑っちゃう生き物とは。あれ、
この音楽はもしや、お前らに一言物申す、あのお笑いテロリストにそっくりですね。動きがエガちゃん、鬼は怒ってるぞ。何やらご立腹の様子のこの生き物はエボシカメレオンの仲間。体を大きく見せることで周囲を威嚇しているんです。でもその分外敵から見つかりやすくなってしまうので、こうして体を揺らして葉っぱのふりをしているんだとか。威勢の割にちょっとヘタレ。何を、合弁無血球。第46位、ロングブレスダイエット。本当にロングブレス、息が長いですね。胸毛もロングなこちらの生き物、名前はバーバリーシープ。おっと、もう一丁いきますか。いやー、三木亮介さんもきっと驚く息の長さですね。第45位、おならじゃないのよ。この生き物の推薦者は昆虫写真の第一人者、海野和夫さん。これね、僕も前見たことあるんだけど、それ撮ろうと思ったんだけど、ここなかなかここまで撮れないよ。これはやっぱり見たことないな。巨匠も驚くインパクト抜群の生き物とは。お散歩お散歩、どこ行こうかな。あ、嫌なやつ発見、いじめっ子のアリコンだ。おう、ゴミ虫じゃないか、こうしてやるぜ。ててやめろ。どうだ、ちくしょう、こうなったらあれを使うしかない。こんな強烈なの。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。あなたの毎日を輝かせる、そんな家具との出会いを。あなたの暮らしが素敵になる、そんなホームファッションの在り方を私たちは大切にしています。暮らしやすさを人への優しさとエコロジーにつなげていく、フォニチャー・フォー・ザ・フューチャー、いいものここから、東京インテリア。レジャーの季節もなんてったってヨドバシカメラ、簡単綺麗に最新デジカメ、ビデオカメラ、夏がやってきた、エアコン翌日指定日スピード取り付け、冷蔵庫洗濯機空気清浄機も除湿機も 4K テレビも売れてます。通信料お得に、スマホの通信料通話料のことはヨドバシカメラに何でもご相談ください。時計もゲームも親切丁寧豊富な品揃えで 10% 還元、なんてったって安心、みんなのヨドバシカメラ、何でも揃う、ヨドバシ .com。ふまきら、本気でヤバいから、本気のベープ、アジアで世界で歯に効くブランド、命のとまりベープ。セブン&アイ・ホールディングス7個で、今セブンイレブンのお支払いで7個ポイントが2倍、たまったポイントは電子マネーに変えてグループ各社でご利用できます。2倍はいいよね。7個ポイント2倍。明治。それは健康管理のために食べ続けたい、おいしい、医師が勧めるヨーグルト、リスクと戦う乳酸菌 LG21。 全ての欲望を諦めない、メルセデスのシンフォルト CLA にシューティングブレイク登場、デビューフェア開催。メリットで夏が変わるよ。夏のベタベタは地肌汚れのせいでもある。メリットの泡なら地肌の汚れも浮かせて落とすから、サラサラ軽いね。地肌を洗えば変わるよ、メリット。第45位、おならじゃないのよ。あ、いじめっ子のアリコンだ、こうしてやるぜ。ててやめろ。どうだ、チクショー、こうなったらあれを使うしかない。うわ、
か？必殺噴射攻撃だ。それいいね。おならかけられた。おならじゃないのよ、高温のガスを噴射してるのさ。こりゃたまらん。とっておきの武器をおならって言うなんて、アリ君ってデリカシーないな。第44位、忍法水雲の術。それは思わず目を疑う凄技の持ち主。海面に浮かぶ水鳥たち、あ、いや、よく見るとなんと浮かんでいるんじゃなくって海面を歩いているじゃありませんか。そんな彼らの名はガラパゴスウミツバメ。歩いているように見えますが、本当は風に乗って海面ギリギリを滑空、魚などの獲物を狙っているんです。同時に足で海面に触れ、表面張力を利用してバランスを取る。その姿、まさに忍法水雲の術そのものだ。第43位、スパイダーフラッシュローリングサンダー。モロッコの砂漠で発見された新種のクモ。彼らは危険に遭遇すると、なんとバク転で移動するんです。そのスピードは秒速2メートル。歩いている時の倍の速さが出るんだとか。普通に走ればいいような気もしますが、それにしてもこんなに連続で回転して目が回らないんでしょうか。第42位、マジか。注目はその大きさ、じっくりとご覧ください。東南アジアのジャングルで撮影されたこの生き物、鹿のように見えますが、驚くべきはその大きさ。リスやツパイと変わらない小ささなんです。その名もジャワマメジカ。そして今回私たちは生まれたばかりのマメジカの赤ちゃんの撮影に成功。マジかと言いたくなる、その小さすぎる姿がこちら。両手にすっぽり、まさに手乗り鹿。体重はなんとおよそ500グラム。マメジカは中央アフリカ西部に1種と、アジアの熱帯雨林に9種が生息。3400万年前からほとんど姿を変えていない生きた化石としても知られています。見ているだけで思わず頬が緩む、なんとも可愛らしい変な生き物。第41位、海開き。オーストラリアの海水浴場に現れたコクチョウたち。こいつらとにかくノリノリなんです。波打ち際に浮かぶ1羽の前に波が。するとヒッホー、ノリノリだぜ。さらにイエーイ、気持ちいい。サーファー顔負けの見事なテクニックで波乗りを満喫。ブラックスワンの異名を持つ彼らはオーストラリア固有の鳥。暑さや寒さを避けるため季節ごとに場所を移る習性を持つ。毎年暑い季節になると人目も気にせず波乗りを楽しみに来るんだとか。以上、変な生き物最新ランキング50位から41位までの発表でした。